岩村茂る没年不詳は、日本の法律家。1862年1月30日に、伊勢国三十軍水沢村で、豊田久三郎の三男として生まれる。号は冠本、冠無幼児に両親を亡くし、岩村忠高の養子となる。普通学を治めた後、1879年三十敬医学校に入学。明治天皇の巡行の際に選抜され、 直視の前で、ドイツのハルトマンの病理学書を公読し、商品を授かる。この年12月に、東京大学医学部に、検費で入学を命じられる。大学予備門、第一高等中学校を卒業、県の許可を得て、帝国大学法科大学に入学する。1890年に、学士の称号を得て卒業。陸軍省理事司法に任じられ、軍律調査のために、 ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オーストリア、イギリス等に派遣された。出国の際に天皇への配越、検証への参拝を許可される。その後、第1師団、第3師団、第4師団奉還部員に任じられ、日清戦争に従軍、司法防守事も兼任して、法律を制定、占領中に民事裁判を行った。また、栄光の占領に関して、 広報上の意見を本営に提した。外旋後、17位、訓録等単行局実章及び、金160円を与えられるが、後に病気によって辞職する。1898年、京都商業会議所書記長となり、商業会議所法制論、鉄道国有論、実業家優待論、協定税率廃止意見、発明省令意見等の説を盛んに主張する。 1901年、農商務省及び、京都商業会議所の食託により、フランス大博覧会に派遣される。この途中で、フランス、オーストリア、ロシア、ドイツ、ベルギー、イギリス、アメリカ、等の国の商工業を、視察、さらに前後3回の外遊で、韓国皇帝、オーストリア皇帝、ドイツ皇帝、フランス大統領に拝越する。1902年に大谷派本願寺法律顧問を、 食卓される。その後、京都商業会所書記長として、発明奨励会長及び特許代理業を兼ね、無報酬で特許の請願手段の依頼に応じるなどした。理想判断に富んでいたとされ、たびたび予言を的中させて、知人の信望を集めた。著書に、商業経済論、手形法適用、請求書件等がある。この記述には、パブリックドメインの本書の本文を含む、 ありがとうございます。